はい、ビットコインの養成所エピソード18ということで、初心者からの質問に答えていきます。はい。おっと、これじゃない、すいません。はい、質問がですね、コインを取引所に置いておくのは本当に危険なのでしょうかという質問です。はい。これ結構実はいい質問だと思ってて、自分とかもですね、よく、取引所にコインを置いておくのはあまりお勧めしませんと。できるだけ自分のウォレットに入れてくださいっていう話をするんですけど、じゃあ果たして取引所に例えば結構大きな額、100万円分とか数百万円分とか、もしかしたらそれ以上を置くのは本当に危険なのかっていう話なんですけど、ちょっとそれについて説明しますね。で、結論から言うとですね、強力なパスワードを設定して、で、二段階認証とかをきっちりやっておけば、リスクはそこまで高くないんじゃないのかっていう人も結構いてですね。で、これはかなり詳しい人でも、むしろ取引所に置いておいた方が安全なんじゃないかっていう人もいるくらいなんですね。で、もしかしたらだから、ウォレットを使うことで秘密鍵をなくしちゃったりとか、もしくは間違えて変なところに送っちゃったりとか、誰かに例えばスマホを取られて、暗証番号、ピンコードみたいなのを設定してなくて簡単に全部取られちゃうみたいなリスクもあるので、もしかしたらば人によっては取引所にそのままコインを置いておいた方が、盗難されたりするリスクは低いっていう可能性はあるかもしれない。とは思います。盗難もそうですし、紛失だったりですね。やっぱ自分で扱う時に一番怖いのが、秘密鍵をなくしちゃって、もう誰も取り出せなくなっちゃったりとかですね。そういうのはやっぱり怖いですよね。リスクとしてあります。ただですね、ちょっと強調しておきたいのが、だからといって、じゃあやっぱ取引所に置いておいた方がいいかっていうと、必ずしもそうではなくてですね、リスクの種類が違うのかなと。取引所で扱うのと、取引所に置いておくのと、ウォレットで自分で扱うことなんですけど、取引所に置いておくリスクっていうのは、パスワードを破られちゃったりとか、二段階認証も破られちゃったりとか、そういうリスクもあるんですけど、それ以上に違いとしては、取引所を信頼するかどうかっていうリスクがあるんですね。で、取引所が信頼できるもので、取引所がハックされたりとか、もしくは取引所の中の人がコインに盗んだりとか、そういうことをしなければ、割と安全なのかもしれないですけど、逆にその前提が破られた時にですね、自分の資金が丸ごとごっそりなくなっちゃうとか、引き出せなくなっちゃうみたいなリスクもあるわけですよ。で、過去にそういう事件もたくさんあってですね、そういうリスクがある。で、一方、ウォレットで自分のお金を管理するっていうリスクは、自分の管理体制がそのまま、資金を失ったりとか、盗まれたりとか、ハックされたりするっていうリスクにつながるので、自分でウォレットを使う限りは自分でそのリスク調整ができるんですね。だから取引所とか信じなくても、自分がきっちりと管理して、例えばウォレットの秘密鍵の管理方法をしっかりしようとか、いくつかのハードウェアウォレットに分散して入れておこうとかね、いろいろあるんですけど、そういうことで自分でそのリスクの、リスクレベルを管理できるってことですかね。調整できるってことですね。ただ同時に、それが例えばずさんの体制で、秘密鍵なくしちゃいましたとか、もしくはもう人によっては秘密鍵とか復元フレーズを全然もはや記録してなかったって人も多いんですけど、そういうことが起きた場合、責任取ってくれる人はいないっていうのは、自己責任っていう意味でのリスクはありますよね。というわけでですね、取引所に置いておくのは必ずしも危険というわけで本当はないんですけど、ビットコインとかその他の暗号通貨も含めてですけどね、本来は信頼に関わる技術、信頼とか自分で資産を管理できるっていう、そういうタイプの技術だったり、そういう革新なので、最低限、全部自分のウォレットに入れなくてもいいんですけど、もしかしたら半分取引所にわざと入れといて、半分自分のウォレットで管理するとかいう人もいるかもしれないですし、そこは自分で決めればいいと思うんですけど、最低限ウォレットの管理の仕方くらいはぜひ知っておいてほしいなとは思います。で、次回ですね、この次のエピソードで、じゃあどうやって、ウォレットを管理する上での、
注意すべきこととかってどういうのがありますかっていう質問に答えます。というわけで、今回は取引所に置いておく、取引所にコインを置いておくのは本当に危険なのかっていう話でした。ではでは。